皆さんこんにちは、さくらです。私には1歳と3歳の子供たちがいます。転勤族の我が家は札幌のグリーンシーズンを全力で楽しんでいます。今回は日帰りで札幌、富良野、美瑛のドライブに行ってきます。途中でメロンをたんまり食べたり、青い池に行ったり、素敵な雰囲気の花畑に行ったりするので、ぜひ最後までご覧ください。北海道の特徴であるまっすぐな道を行きます。富良野に着く前に芦別にある三段滝公園に立ち寄りました。水と岩がとても綺麗で、立ち寄って正解でした。札幌から富良野までは約2時間半で到着です。まずはファーム富田に向かいます。到着後、まず出迎えてくれた花は富良野といえばのラベンダーです。いい香りと綺麗なラベンダーに娘もテンションが上がります。ラベンダー以外の花も綺麗に咲いています。いろいろな花が綺麗に咲いているので、上からの景色は圧巻です。綺麗ないい香りの花に囲まれて、お散歩コースとしても最適です。実はもう終わってしまっているラベンダー畑もありました。開花情報は行く前にホームページを確認してから行くことをおすすめします。かわいいお土産屋さんやカフェなどもあります。私たちが次に向かったのはファーム富田のすぐ隣にある富田メロンハウスです。こちらは6月から9月までのメロンが収穫できる時にオープンしているとのことです。メロンが前面に押し出されていて可愛い雰囲気です。ソフトクリーム屋さんやアイスだパン、ケーキ屋さんなど、たくさんのお店が集まっています。メロン直売所もあって、配送することもできます。私たちは欲張りメロン1700円をみんなで食べました。メロンを使用したデザートだけではなく、カレー、ハンバーガー、ピザなどもあるので、お昼ご飯からデザートまで楽しめます。子供のリクエストでソフトクリームも食べました。パンとケーキ屋さんには大人気のメロンパンやメロンのオムレットなど、たくさんのデザートが販売されています。ここには子供が乗れる動かないトラクターやブランコなどがあって、長時間のドライブで疲れてる子どもたちの体を動かすのにうってつけです。お腹も満たされたところで青い池に向かいます。富良野から青い池までは車で約40分の距離です。階段を降りて青い池に向かいます。青くて神秘的でした。割と綺麗なトイレとお土産屋さんもあります。さて、次へ向かいます。広大なトウモロコシ畑を抜けると出ました。これ北海道でよく見かける牧草ロールです。冬の牛さんたちのご飯になるようです。ところで、お昼を食べていなかったので、
北海道のコンビニセイコーマートで美味しいと噂のカツ丼を食べました。出来たて熱々でとても美味しかったです。そして行く予定はなかったのですが、とっても素敵な花畑ゼルブの丘に立ち寄りました。ここは今回の旅の中でも特におすすめのスポットです。遊び心あふれるこの丘はバギーで散策することもできます。花畑が綺麗でとてもいいお散歩になります。写真スポットもたくさんです。見る景色見る景色どこも綺麗です。バギーの横をゆったりお散歩します。先ほど登場した牧草ロールを間近で見て撮影することもできます。子どもたちにとっても大人にとってもとてもいい経験です。走り回るスペースがたくさんあって子どもたちも大満足です。夏らしくひまわりも咲いていました。すぐ近くにあるパッチワークの道を通ります。まず出会ったのはケントメリーの木。あたり一面とても綺麗な草原です。次に有名なセブンスターの木です。本当にパッチワークのように緑と茶色が映えています。どこを見回しても綺麗な景色です。ぜひこの道を通ることをお勧めします。約2時間半の帰り道です。帰りにぜひ寄っていただきたいのが砂川ハイウェイオアシス館です。砂川サービスエリアの奥にあります。お土産屋さんがたくさんあります。ここの北家老によるのが我が家の定番です。ここ限定のパティシエのまかないソフトがとっても美味しいです。ソフトクリームの下にはしっとりバームクーヘンやサクサクのパフチョコレートが入っています。カップの中のお菓子は4種類から選べます。私のおすすめは断然バームクーヘンです。子供が遊ぶ屋内施設や公園があるようですが、16時までのため間に合ったことがありません。1日遊べそうですね。こうして家に帰ったのでした。札幌近郊の遊びスポットなどを中心に動画を作成しています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。